今日はね、写真撮影があってね、まあ結構大変だったんですよね。うん。こうカシャ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 ね、写真撮られてね。で、どの写真使いますかっていうのね、何十カットあったかな。で、その中からワンカット選んでですね。で、それが、なんていうの？今度のポスターとかですね、チラシなんかに使われていくという感じでしょうかね。いや、本当にね、写真撮るのだってタダじゃないんだからね。うん、写真屋さん代までですね。という、もうため息しか出なかったんですけどもね。だから実物と見たときにね、ちょっと違うんじゃないの？というですね。こちらの方が、いつだったかな？土曜、日曜までには写真のデータを送ってくれるっていうんでね。で、あとはそれを船体の方にね、転送するっていう形でしょうかね。まあだからね、絶望的な状況なんですよね、今。本当に今絶望的な状況の中でね、戦いを挑まなきゃいけないということでね。まあしかし今回ね、呼びかけしてね、短時間で300万が集まってですね、で、供託金が集まる。まあこっから先ね、さらに700万プラスしないといけないんですけれども、1000万ですね。まず1000万ね、こう、貯めないといけないということで、次のハードルがあるわけですね。他のね、なんていうのは、クソバカ政党と違ってね、うちはもう、その手作りってなったら本当の意味での手作りですからね。まあまあね、それでも戦っていかなきゃ仕方がないわけですけどもね。都知事選でね、君たちに、お願いしますと、5月のね、末日までに300万ね、まあ、供託金分がたまらなければ、都知事選ね、出られないわけですから、出馬できないですよ、不出馬になりますよ、と言ったら、ゴールデンウィーク期間の前でしたっけね。5月の2日時点で300万貯まったというのでね。いや、本当にありがとうございました。まあ、この調子でね、できればね、5月末日までに、もう4、500万ぐらいね、こう皆さんでね、献金してもらって、それでね、なんとか都知事選戦えるようにね、してもらえればと思います。